日本遺産。高尾山。2号路と3号路ってどこにあるの？ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。今回は2号路と3号路を探してみたいと思います。まずはね、1号路で、健康登山の証のハンコをもらいに、1号路でね、まず、登っていきます。くねくね登っていってですね。で、リフトと登山電車は使わないです。で、薬王院で、ハンコをもらって、高尾山の山頂に行きます。で、次はね、3号路で、降りていきます。3号路はね、ちょっと今回初めてなんで、全然わかんないです。で、蜂がいました。で、3号路をどんどん進んでいってみて、どんな道かね、楽しみですね。で、次はね、2号路を、行ってみたいと思います。2号路もね、どんな道なんでしょうね。でね、2号路から6号路に、登山道があるみたいなんで、ちょっと、琵琶滝のね、ところに抜けるコースを行ってみたいと思います。それからね、高尾山口に戻ります。はい、今回こんなコースです。よろしくお願いします。今日はね、ハロウィンの10月31日。の土曜日ですね。朝、高尾山口に来てみました。いつもね、KO ライナーが止まってますね。このね、ピンクと青が綺麗な色で、いいですね。で、天気に恵まれましたね。天気も良くて、とってもね、登山日和ですね。隣のホームにはね、7000系の京王線が止まってますね。すごい太陽がね、眩しいですよね。すごいね、天気がいいんで、本当ね、登山が楽しみですね。本当ね、最近まだ在宅勤務が続いてるんでね、登山してね、気晴らししたいと思います。1号路から登っていきます。はい。なんか、走行してるうちに10時12分になっちゃいました。1号路スタートします。今日はね、なんか人が多くて、ちょっと撮影するとモザイク処理かけないといけなくてめんどくさくて、途中ね、他の動画を見てもらえれば1号路のね、雰囲気がわかると思います。これは1号路の、ケーブルカーの上から見たあの景色ですね。左の方が八王子市街地になってます。で、いつものね、タコ杉を通ります。で、次がこれ薬王院の中に入って、天狗のね、銅像が、2体置いてありますね。一体一体ね、意味が違うらしいですね。で、はい、これハンコをもらってきました。はい、健康登山の証。健康登山と言いつつも、なんか指が太くなってるような気がする。最近太ってきたみたいなんで、もうちょっとね、ストイックにちょっと痩せないといけないかもしれないですね。これ薬王院ですね。はい、これ私です。こんな感じの動画を撮れば視聴者数上がりますかね。こう、もうちょっと顔出さないといけないのかな。でも結構ね、これでとりあえず頑張ってみようかなと思います。なんか日差しが気持ちいいですね。猿の看板もありますね。はい、11時21分に高尾山の山頂に到着しました。1号路終わりです。で、ちょうどね、天気が良かったんで、ラッキーなことに富士山が見えました。富士山はね、展望台の右側の方に見えるんですね。真正面に見えるかと思ったら、
右側の方に見えて、で、あのみんな富士山どこどこって言ってて、で木がねまだあの葉っぱがうっそうと茂っててちょっとあの見にくかったんですけど、まあなんとか見ることができましたね。ラッキーでしたね。はい、富士山ね右の方なんですね。なんで富士山ってわかるかっていうとね、あの山の上に雪が積もってるのって基本富士山しかないんですよ。だからあの富士山を見つけるときはこの雪をねかぶってる山を見つければ、あ富士山だというふうにわかるわけですね。富士山がちょうどね綺麗に見えてますんで、少しね後ろの方の、まあ、山頂のところから撮ってみたいと思います。結構人がね多いですよね。もうねなんか3密を避けてとかってもう言っても仕方がないレベルになってるっぽいですね。まあでもみんなねあの喋るのとか控えめにしてますね。はい、これ富士山ですね。あの雪の中にジグザグ見えるのが、あれが確か登山道だったような気がします。まだねちょっと富士山に登ったことがないんでわかんないんですけどね、ちょっと、まあ、いつかはね富士山登ってみたいと思います。って言っちゃうと登んなきゃいけなくなっちゃいそう。まあ登れるのかな。ということでね、もう11時23分にはもう3号路にね向かってみたいと思います。3号路スタート。山頂からね6号路に向かって降りてくんですね。そうするとね、3号路に向かう案内板が出てきましたと。で6号路はね今紅葉シーズンなんで一方通行になってますね。上りだけしか歩けませんと、下ることはできないですと、下る場合は3号路に行ってくださいとか1号路にねまた戻ってくださいっていうことになってます。でこれがね3号路みたいですね。ちょっとここから先初めて未開の地なので、ここをね進んでみたいと思います。こんな風になってるんですね。思ってたよりもなんか整備されてますね。3号路は別名桂林コースと言われていて、今ね右手に見えている木が、桂の木になってます。これがね、まあ、若干黄色くはなってますけど、まだ、まあ、あと1週間後ぐらい経てば、まあ、紅葉が始まるかなといったところですかね。で、この桂の木の紅葉が結構綺麗みたいですね。で、桂の木は、どうやら鉛筆とかね、楽器とか、あと建築の材料にね、使われるらしいですね。はい、桂の木。結構ね高いですね。高くそびえてますね。あとね自然研究路って書いてありますんで、本当はねゆっくり歩いて花とかをね、見て歩くのが本当はベストなんですね。この花は白山菊っていうね菊の花っぽいですね。はい、しばらくね、桂の木を見ながらね、右側に見える木を見ながら、まあ、ゆっくり歩いてみましょう。歩いてる気分になりますよね。
はい、こっちの方から歩いてきたんですね。で、看板がありました自然研究路3号路入り口の方に行きます。ここでね、看板で、右側が3号路、左側に見えるのが、薬王院に続く道ですね。で、左側が来た道はい、まだまだね、3号路は続きます。まだ10分の1 まだですね。はい、ということでね、3号路に、行きたいと思います。まあちょっと道が分かりにくいですけどね、こっちなんですね。私もね、本当にこっちかなってちょっと思ったんですけど、こっちで正しかったです。まあ、ちょっとね、道が整備されてるような雰囲気のところがありますね。石がほら、まっすぐ敷かれてますよね。でも、まあ、地面はね、こんな風にガタガタですね。結構登山してるっていう感じが楽しめます。なんかね、後ろの方からヤッホーとか聞こえてきます。子供たちがなんかヤッホーとかって言ってなんか歩いてるっぽいですね。まあ、確かにね、こういうところ歩いたらね、楽しいでしょうね。はい、またね、3号路の、看板がありました。で、まあ、道がね、結構細くなってきましたね。で、右側が崖で左側が山っていう感じで、まあ結構落っこちないようにね、歩かないといけないですね。はい、こんな感じでね、崖っていうか、はい、滑落しないようにね、行かないといけないですね。道がね、狭いです。まあ2人と、まあ、2人並んで歩くのは厳しいですね。あ、またね、赤い木の実がね、なってますね。紫の花は、野原あざみっていうみたいです。はい、3号路にも吊り橋ではないですけど、まあそこそこ大きめの橋がかかってました。まあこの下がね、ちょっとした川、ちっちゃい川になってましたね。はい、橋をね、渡ってみたいと思います。まあ谷みたいな、まあ、川というか、まあちょっとね、水が見えますよね。沢っていうのかな。はい、渡りました。はい、結構ね、楽しい橋と言っていいのかな。まあ行ってみてください。はい、またね、チャンネル登録者数を増やすために自分の体を映しております。皆さん、チャンネル登録ボタン、ポチッと押していただけると助かります。よろしくお願いします。またね、橋がありましたね。はい、こんなところをね、結構橋がね、何個も何個もありましたね。結構ありましたよ。いきなり黄色スズメバチがなんかブーンじゃなくてバリバリバリって音を立てながら来たんで、ちょっと危なかったですね。
なんとかね逃げました、はい、またね看板が見えてきましたね。今度はなんか1号路こっちだよっていう風にねなってますんで、もうそろそろ1号路みたいですね。あ、結構ロープとかねなんかあの整備されてますね。なんだか3号路もなかなか面白い道でしたね。ってことでね、1号路の方に向かって歩いていきたいと思います。はい、またね、大きい木があってまた看板がありましたね。看板イノシシですね。どうやらイノシシが出るのかな。まあでもまあイノシシはなんかねまっすぐしか来ないらしいんで、よければ大丈夫って聞いたことがありますけど本当かな。はい、また橋ですね。まあこんなところのね橋を歩きながら行きます。はい、すれ違ってます。まあ、結構すれ違うのがね大変になってきましたね。はい、キノコです。キノコ見つけちゃいました。食べられるのかな。あとこれはねちょっともののけ姫っぽいようなあの感じのコケとツルとね木だったんでちょっと取ってみました。まだね緑ですよね。まだ紅葉になってない感じですね。はい、ここでやっとついに1号路に行くか、2号路に行くかって言ったところにぶつかりました。はい、1、2、3号路と。はい、こっちが2号路で、はい、今ね1号路の方にちょっと向かってみてます。1号路で登ってきたんですけどね、どこでその3号路とか2号路に行く道なのかっていうのがね、分かんなかったんですよね。どこに一体1号路とぶつかるところがあるんでしょうね。お、また看板で1号路ってそろそろなんか人通りを感じるところにぶつかりそうですね。あ、また看板いろはかえでそういえば京王線のね高尾楓っていうね女の子いましたね。あの子のねイメージと京王線のイメージがすごいね合ってましたよね。あー、ちょうど1号路に来ました。あー、ここに出るんですね。さっきなんかあれ、あっちあそこから人来たよってなんか指さされたような気がするはい、3号路これで終わりです。おー、なるほど、ここに出るんですね。上新門っていうところかな。ここだったんですね。これはわからないわ。じゃあ次はね、2号路の方に行ってみたいと思います。はい、2号路スタートです。はい、2号路スタートしたいと思います。ちょっとね上新門を少し見てみましょうか。はい、これが上新門なんですね。ここが1号路で、上新門をね通ったすぐ左側からね、2号路になるわけですね。で少し戻ってね、さっき3号路から来たんですけど、2号路の方にね、行きたいと思います。結構ねここも狭いですよね。まあ一応すれ違うことはできますね。あと段差がね少し高く感じられます。結構ね段差が怖いっていう人とかもいますよね。そういう人はちょっと1号路で行かれた方がいいかもしれないですね。で、まあ登山っぽい登山の雰囲気をね、感じたりするんだったらこちらですね。はい、2号路行きます。こっちです。またね看板がありましたね。はい、紅葉樹林の仕組みっていうのが書いてありますね。
まあ、こういうのをね読みながらね、勉強しながら歩くのが本当の自然研究路の意味なんでしょうね。はい、結構ね、道幅狭いですと。で、葉っぱもね結構迫ってますね。はい、道側に出てきてます。まあちょっとねあんまり触れないようにね歩きたいと思います。自然林の良さ。はい、山の歌っていうのをね、北島三郎さんがね歌っておりますね。サブちゃんが歌ってます。山の歌を聴きながら歩いてもいいかもしれないですね。こんなところをね、あ、でもまあ、音楽にね、気を取られて落っこちないようにしないとですけどね。山よー、ありがとうっていうね、歌があります。歩こう、歩こう。私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。はい、ちょっとね歌ってみました。はい、もう森林はマントを着ているそうです。はい、あ、やっとね、2号路が1号路にまたぶつかるところに来ました。ということでね、1号路の方に行きたいと思います。あと高尾山口駅方向って書いてあるのが、琵琶滝コースの方に行く、道ですね。これがね琵琶滝コースの方に行く道とつながってるところですね。で私は、まずね1号路にぶつかるところに行ってみたいと思います。これもね一体どこに出るのかよくわからないんで、1号路とねちょっとぶつかったところを見ていきたいと思います。1号路の建物が見えてきました。あ、なんかここは見覚えがあるぞ。あ、で、ここがね景色が見えるところですね。でこの階段を上ると1号路とぶつかるわけですね。あ、ここだったんですね。ここがちょうどね1号路と2号路の、境目だったんですね。はい、そろそろ1号路のところに到着。はい、でそう、これね、悪路注意っていうね、看板が立ってますね。はい、2号路こっち。みんなね、この悪路注意の看板を見てね、みんな行かないんですよ。だけど私は行きます。はい、2号路終わりです。はい、私はね、2号路がどんなところなのかをちょっと、見ていきたいと思います。っていうか、さっき来たのか。来たわけですね。さっきのが2号路ね。全然悪路じゃなかったけど。じゃあ2号路からね6号路の琵琶滝コースの方にね抜ける道を行きたいと思います。スタート。看板のところに戻ってきました。で、はい、こっちですね。こっちの右側の方に行く道、はい、ここを、琵琶滝コースの方に、抜ける道になってまして、ここ行きます。やっぱりねこっちは悪路と言ってもいいと思いますね。こっちは、ちょっと悪路です。何が悪路かっていうと、階段のね段差が結構高めです。そして、ここはね木で階段ができてるからいいんですけどね。まあ、他にもねちょっと後で映像が出てきたらね説明します。ほらこういう足元注意とかね、あと足元がねちょっとねこれ結構段差高いんですよ。よいしょっとよいしょっていうよりかは結構ドンと降りるぐらいの段差になってます。で、多分これすずり岩のすずり岩の、むき出しのね、ところなんでしょうかね。こういうところが結構多いですね。
かなりね、悪路と言っていいと思います。まあ、富士山とかね、これから登る人なんかはね、こういうところを練習するといいかもしれないですね。はい、これもね、高低差が結構ありますよ。まあ、怖くはない。いけますけどね、怖くはないですね。でもまあ、こういう岩みたいなところがね、結構むき出しになってるんで、まあ、転んだりしたら怪我するでしょうね。まあ、ちょっとね、こういったところを行くと、まあ、琵琶滝コースにつながるわけなんですね。まあ、琵琶滝コースに、まあ、向かってるわけなんで、またね、看板がありました。はい、琵琶滝コースこっちですと。はい、右側の方の道から来て、こっち、ターンするわけですね。こんな道です。琵琶滝にね、抜けるコースも、あの琵琶滝のね、横に立ってる建物が見えてきましたね。そろそろコースもね、琵琶滝にぶつかるところですね。ここはなんかコースの名前がついてないんですけど、まあ、何号路っていうんでしょうね。まあ結構ね、まあ、悪路とまあ言ってもいいぐらいのね、道でしたね。まあ、他の、1号路とかに比べると、1号路とか6号路に比べると悪路でした。はい、ということでね、これで琵琶滝コースの方に、ぶつかるわけですね。琵琶滝コースは確か6号路だったと思います。はい、あの琵琶滝のね、建物が見えますね。あとこの建物の奥に琵琶滝があるわけです。どうやらね、よいしょ、なんかいろいろ準備してたっぽいけど、はい、これが琵琶滝です。琵琶滝に到着しました。琵琶滝をね、見たんでね、まあ、麓までね、戻りたいと思います。戻るときは6号路を通って戻ることになるわけです。で、さっきね、6号路下り禁止って書いてあったんでね、どうなってるかというと、まあ、ここからは、下っていいみたいですね。ここからあと登ることもできますね。まあ、注意してくださいと。で、ここで6号路終わりです。ここからね、清滝駅、ケーブルカーのね、駅まで歩きたいと思います。またね、途中綺麗な花が咲いてました。聞くかな。はい、でケーブルカーのね、駅に着いたところで、ちょうどケーブルカーがね、出発するところでしたね。はい、結構中に人乗ってますね。で出発していきました。これでね、高尾山の清滝駅に戻ってきました。今回はね、3号路と2号路に焦点を当ててね、歩いてみました。いかがだったでしょうか。はい、私はね、これから、駅の方に向かって歩いて行って、団子を食べて、はい、電車に乗って帰りたいと思います。このね、私はね、ここの、駅前の団子が一番好きですね。この団子が一番美味しいかなと思ってます。山の上はね、山の上で団子の味がまた違うんですね。はい、ちょうどね、新宿行きの準特急が来てました。7000系に乗り込んで高尾山を後にしたいと思います。で次のね、高尾駅で乗り換えて、中央線に乗って帰りたいと思います。中央線もね、少しね、電車を撮影しましたんで、ちょっと
動画が続きます。高尾駅に到着しました、はい、7000系を、見送ります。中央線のホームにやってきました。このね、天狗のね、石像が、はい、何なんでしょうね。ということでね、ちょうど、中央本線の電車とあと京王線側は、無料のね、あの緑色の高尾山号がちょうどね来ましたんでね、ベストショットが、ね、撮れましたね。高尾山のね、3号路と2号路いかがだったでしょうか、楽しめましたでしょうか。皆さんもね、歩いてみるとね、楽しめると思いますのでね、ぜひね、歩いてみてください。では、ご視聴ありがとうございました。